ここで今世紀最も有名な人物の一人であるある地球人のコメントをご紹介してこの番組を終わりたいと思います。私は宇宙船アポロ14号に乗り組み月世界を訪れた宇宙飛行士エドガー・D・ミッチェルです。私が初めて地球以外の星、つまり月に降り立った時に最初に見たものは青白く光る我々のふるさと地球でした。それはまるで今私が乗ってきたアポロ宇宙船のように小さく頼りないものに見えたのです。地球とはなんとちっぽけな一つの星に過ぎないことだ。そのちっぽけな星で戦争をしたり公害を流し合ってる我々人間とはなんと小さな存在なのだ。これが私にとって生涯忘れることのできない印象だったのです。皆さん、今こそ我々人類は謙虚な気持ちでこの宇宙船にも例えられる小さな地球、つまり宇宙船地球号を正しい方向へ進めていかなければならないのではないでしょうか。